コニタンと話題というのは、まあ、どこまで真剣に捉えるかって言ってしまったらそれまずなんですけど結構結構これは我が国における重要な議論の根本になるかもしれないという話題今日はおおお昼休みなでササクサクっとお届けしておこうと思いますこのコニタン問題においては議員辞職が必要ではないかという問題提起をされました国民民主党代表田町雄一郎さん。このような 発言が、えー、本日行われた憲法審査会においてあったということ、ツイッターネーム MI2 さんのツイートより紹介します。自称憲法学者アート見出しを打ちまして、国民民主党、玉木雄一郎代表、立憲民主党の小西参議院議員は、立法措置をすれば、憲法を改正すれば、議員任期延長ができると主張している、緊急集会について有識者の意見を伺う際には、自称憲法学者の小西博之議員にもお越しいただいて、意見を賜りたい。 国民民主党玉木雄一郎代表面白がっているんでしょうか、まあ、要はあれ憲法学者だからって言うんだったらまあじゃあね、うん、あの緊急条項とか緊急事態条項ですねこれを議論するにあたって実証憲,憲法学者の玉木雄二郎だって小西樹議員にもお越しいただいてしっかり説明していただきましょうかあという、まあ、このような恋用状態まさに恋用状態をやってるということです。まあ、笑いい話でではないんですが 小西博之議員というその一人の面白さ、あ、違う、えっと、ご意見ではなく、どうやら立憲民主党という政党の問題、問題、話になったようでございます。昨日の夕方の産経新聞です。4月5日、えー、小西氏猿発言は、憲法審での謝罪必要なし、立見杉尾氏記事ちょ、記事の冒頭を紹介させていただきます。 参院憲法審査会で野党筆頭幹事についた杉尾秀也や参院議員、立憲民主党は5日、前任筆頭幹事の小西博之氏同、まあ立憲民主党ですね、のお猿さん発言について憲法審の場で撤回や謝罪を行う必要はないとの認識を示した。分らら撤回や謝罪は必要ないそうです。発言自体が憲法審の中での話じゃない。その後のぶら下がりのオフレコの場の発言だ。面白い。 面白いいことをおっしゃいますね、まあ、要はオフレコでもなければその会議の場でもない発言をなぜ謝罪しなければいけないのか。おやー小西博之議員がお猿さんのようだと発言したその相手は衆院憲法審査会が週に1回開かれるということがお猿さんのようだという発言。いやそもそも論で小西博之議員は参議院議員です。千葉県選出これ参議院議員。 するとそそももいけないところで、まあ、よそのところのよその家の、まあ、よその家庭の、まあ、よその会社のよその会社の会議にお猿さんみたいだと言ってそれは失礼でしょっていう話そこでの発言ではないということはまず通らないさらにオフレコだというのはこれはもはや全てのマスコミの皆さんがいやあれはさすがにさすがにオフレコとは言えない毎日新聞が「 そのオフレコ記者会見らしきものをしたその夜にオフレコではなかったということを書いておりますさらにその翌日これは令和五年三月三十一日になりますけれどテレビ東京の YouTube 番組テレ東ビズの方がほぼノーカットほぼノーカットとしてその陳謝とマスコミが紹介した小西博之議員のオフレコだと主張する記者会見ほぼノーカットで配信しましたこれ見るとどう見てもどうかつ 「これ書いた者終わりだからな」の DNN N が息づいてるかのような産経新聞フジテレビ皆様の NHK に対するリーガルハラスメント法的措置をちらつかせた同う喝記者会見よってオフレコではないさらにその記者会見の中で小西博之議員が言うとこのオフレコの正体も明らかになった憲法学者です憲法学者だとおっしゃっていましたけど憲法学者の,その根拠は うん。その憲法学者の論拠については、あ、こっからオフレコでいいこっからオフレコにしたら語ってあげる。記者の気持ちを代弁します。そんなオフレコねえよーそんな感じでした。なので、彼の言うオフレコというのは、論拠。あれ理由。あれ常に自分の都合によって、自分に都合の悪いことは、はい、こっからオフレコ。自分の気に入らないように切り替えたら。はい、それ切り取り。 切り取り取だそれは一般論においてオフレコとも切り取りとも言わず編集権の範囲内ですと産経新聞の記者が産経新聞の大橋記者が抗議したところそれ書いてきてまねちゃんと法的な手段ちらつかせて「同う喝しました」ということをやっていたそれが3月31日よってこの杉尾秀哉議員の釈明というより説明は一切の論拠を持たないこれまた論拠あれ 状態になっておりますよって代わりに選ばれた立憲民主党の憲法審査会の参院の側の代表と杉尾秀哉さんも小西洋之議員と同じということなんでこれはやはり党全体の話になっちゃった。うん、うん、うん、シロがこう言っってます謝ったら どうしてね、ごめんなさい、ちょっとね、いや、彼の気持ちはわかんないんですけど、私の気持ちとしては、私の気持ちとしてはごめんなさいって言ったら、まあ、なんだかねか、丸まった角もね、丸く収まるような気もするんですが、まあ、どうも、なんか、ひ、引かぬ、こびぬ、そんな感じですか。そんなことにね、国会使ってほしくないんですけどね。さらに、これについては、ブロガーの藤原和江さんがこのようなツイートをしておりました。立憲民主党、杉尾秀也参院議員。 その後のぶら下がりのオフレコの場の発言だ憲法審の場で謝罪とかそういう風うにしなければいけないということではないこれに対して藤原さんオフレコ発言を根拠に国会で政府を非難したのは立憲民主党でしょう。国民に恥ずかしいと思わないのですか、はい、ロジカルな藤原和也さんがこのような直球でっていうことはかなりお怒りになられているのかなっていう気がしますどういうことかと言いますとそもそも論の小西文章に書かれていることというのは国会の外側のまあ 内閣の中でああだこうだ、まあ、言うならば議論をしていたその議論のメモ書きこれが小西文書要は国会の外側での話を国会に持ち込んできてしかも何も起こっていないことをギャスかギャスかやっていたそれが小西文書そこが出発点それの、まあ、別件とはいえお猿さん発言について関係ないいやそれ通りますかっていう話小西文書については今日一つ情報がというか続報がを確認しました。 それは「ニュースジョネ」経済評論家の常念塚さんがやってる YouTube 番組の「ニュースジョネ」の本日午前8時から公開になったバージョンこちらの方に取材する YouTuber こと須田新一郎さんもご出演なさされておりました須田一郎さんがお役人の方に確認したところあれは行政管理部の方に載っていなかったというのはいやあれ議論をしたとしても結局放送法の解釈変更なかったよね な,かったないということを質問する野党、まあ、議員いないんじゃないのあじゃあこれ乗っけなくていいんじゃないのと、まあ、つまりどう議論はしたっぽいだとしても変更がなかったから変更があれば国会の方で質問する人も出てくるだろうけれど変更がなかったんでこれじゃ乗っけなくていいんじゃないの。 まあこれは須田新一郎さんが聞いた、えー、霞が関の中の人がどちら側なのかによってニュアンス変わると思いますけれど一方の公開されている文章を見る限り旧郵政省グループの内輪の回覧板、まあ、どちらかととはいえ須田真一郎さんが今日「ニュースジョネの方で言っていたことはその通りだと思います変更がなかったんで記録簿に載っける必要がなかった、はい、変更報道は今もありまーす。 その中でですね、まだこちらの人たちは騒ぐようでというか、その変更報道ありますなんですが、報道に圧力をかけていたというより、報道に注文を出していた人はどちら側かというと、そんな難しい話じゃないですよ。この1ヶ月の間の話です。立憲民主党安住氏、報道おかしくなった真珠会社の名前の男とか、 ということでこれまだ小西文書について決定的な証拠が出る直前ですかね、うん、うんうんうんシロがこう言ってますスシロー安倍が界隈の方で田崎スシローと呼ばれる田崎シローさんのことかと思われますどういうことかというと安倍元総理と議員の皆様が会食するときにその中でお寿司食べてたということから田崎スシローなんてねひどいまあ本当はひどい ことを安倍側の皆さんが言っていましてこの田崎は田崎パールのことかと思われますしかし立憲民主党の国際国会対策委員長がわざわざ名前を挙げて報道がおかしくなったと言っているそしてこの人物と言いますとせっかくなんでテレ東ビズのほぼノーカットの静止画を紹介したいと思いますと立民安住氏新聞にクズ新聞各社に花村花丸をつけたりクズと論評した事実関係えこんな感じ 花丸,花丸、花丸。花丸、花丸。そしてこの釈明らしき会見。このようにずっとニヤニヤ、ニタニタ、ニタニタ笑っておりました。一見は表現の自由を非常に訴えている政党で使い分けているように思えるかと尋ねられておりました。これが3年前の出来事でして、3年前からあまり変わってないんじゃないでしょうか。あるいは小西博之議員がうっかりね、取り違えてしまった、錯覚してしまったのは、 自分のまさか <laughs> まさかそんなまさかそんなしかしもはや参議院議員というのは動物園状態になってんのかなっていうのがこちらのやはり産経新聞の記事決断令和の山本太郎氏猿への謝罪を立民小西氏に要求、まあ、お猿さんに謝れとかいうねあんだか面白いことをおっしゃっておりますあまりにもこことここ,ここにいたってことここにいたってですよ 何期、得てこう、お猿さんだという言葉を繰り返しますと、どうしても思い出してしまうのが、千葉県野田市で、小倉義雄さんの応援です。今、起こり、猿馬未練だろう大会など、小倉の日、<laughs> 日本中4代目のお枕に、名誉をね、これ、私、猿馬未練だろう大会ぐらいしか確認してなかったんですけど、これ、全編見てもよく分かんないですね。 千葉県の田市で小倉芳雄さんの応援です今起こり猿馬だろうまみ連太郎大会なの「小倉の日」のお風呂中日本中4代目の枕にメールお願いとま,まりになっている心も離れてない練習ご紹介私の命の言葉としての勉強をあまりにもサインでお「お猿さんお猿さん」って言うんでねついこれ思い出しちゃったんですけれど。 するとやはりご本人にも今回登場していただかなければということでピーチ太郎サードさんのツイートと福島みずほさん。まず冒頭憲法審査会は、えー、憲法審査の憲法違反の問題を調査する審議する委員会であることを改めて確認したいと思います。えー、そういうことならまず報道各社に圧力かかるという形で、まあ、ピーチ太郎さんのツッコミが入ってるんですがこれについてはまさに法律というのはオープンソースインテリジェンス状態で 法律を使って、こちら、お金儲けとかさえしなければ、誰でも使うというか、理解することができる。漫画家の、うわーな人々でおなじみの、菅原博之先生がこのようにツイートしております。ツッコミ入れております。ド小西議員と同じ嘘をついている。憲法審査会の定義は国会法に書かれているが、違憲の問題を調査・審議する場所ではない。それができるのは最高裁。具体的な事案に基づいて審理するので、下級審にも権限を与えているが、 憲法審査会は憲法を解体して根本から洗い直す機関であり、改正案の審査をする機関だ。福島水穂さんがえ、違憲憲法違反の問題を調査する。菅原先生に、いや、それ違いますよとツッコミを入れられているという。そんな中ですね、先ほどの福島水穂先生の発言を見ますと、こちら、ドン。はい、この写真。 福島みずほ先生が真ん中に鎮座ましましまして、こちらは取り鉄、取り鉄で、山拓さんですかね、山添拓さん、日本共産党、日本共産党の山添拓さん、福島みずほさん、えー、社会民主党、社民党、えー、社会社民、えー、立憲民主党、立憲民主党の、えー、辻元清美先生、辻元清美先生、猿馬見連太郎大会からのスリーショット、そして飛び交う言葉がお猿さん、お猿さん。 する程度ね、えー、両院あります。しかし、衆院の優越といって、衆院が機能していれば、参院、いらないんです。猿、猿が飛び交い、猿馬未練だろう大会とツイートしたことがある議員さんが、なんだか、意見を審査するという、法律にも書いてないことをやっている。そんな参院ならば、消えた、消えた、消えた。 そうなった方が、1日あたり3億円から5億円とも言われている国会予算というものが浮いて、世の中に還元できるんじゃなくい、いや、無駄な税金を使わなくて済むんじゃないかななんて考えたりもします。今実際のところですね、国会の方で議論されているのは、このように、緊急事態、緊急集会などについて、緊急事態条項ですね、これについて議論されているということでございます。これは日本国においていてざ 有事が起こった時の対応でで必要ですそして新型コロナのニュータイプにおいて国民に対していろいろな制限、まあ、お願いを命令レベルでできるようにするためにはこの緊急事態条項が必要なんですがその議論がお猿さんですって一方今小西洋之議員はツイッター沈黙しておりますこれは今直近のツイートをご覧いただきますがこのような形で固定ツイートはともかくとしまして4月2日から止まっております よってもう3日丸3日丸4日止まっております私は小西博之議員であろうともあろうと思うというか小西博之議員の言論の自由というのは守られなければならないと思っていますこちらグッチ住み郎さんというツイートドーン立憲民主党手塚義男衆院議員によると小西は党からツイッターをやめるように指示されたらしい言論の自由に圧力をかけた小西が立憲民主党から言論の自由に圧力を受けて屈したということですね今ことここに至ってこう呼びかけます コニタン頑張れ、コニタン頑張れ、立憲民主党を自国の旗と続け、言論の自由のためにコニタン頑張れ、コニタン頑張れとえエ,ールエールっぽいものを送ってしまう、今日この頃でございます。